皆様お待たせいたしましたただいまより人権シンポジウムパネルディスカッションを開始いたします進行は引き続きコーディネーターの横田が務めますそれではよろしくお願い致します、えー、それではあのパネルディスカッションの方に移りたいと思いますけれどもあの会場の方から大変多くのですねご質問あのご意見をいただきました えー、24通ございますが、お1人の方が2、3の質問しておられる方もありますので、あのその全部をです、ね、この時間内に消化できるかどうかちょっと分かりません、もしあの十分に取り上げられない、えー、ご質問、ご意見があったとしたらですね、あのお許しいただきたいと思います。ただあの重なる質問もありますので、えー、そのでそ点についてはあの えーまあ、あの関連の質問の中で答えが出ている場合もありますので、一つ自分の質問が取り上げられなかったからといって、会場からの意見を聞きながらあの、何も取り上げられなかったというようなことをです、ね、思われないように、一つよろしくお願いしたいと思います。あのまずです、ね、ごく一一般的なな質問なんですが性同一性障害はどのくらい こういう方はどのくらいいるのですかというデータ的なことなんですが、これについて答えていただける方はいらっしゃいますか。えっ、ー、と、トライさん、あるいは庄島先生ですか。ええー、トライさん、お願いしていいですか。<laughs> えっと、私専門的な数はよく知らないんですけども、えー、昔は。 昔から今に至るまで、あの最初はそうですねど。女性から男性の人が3万人に1人、男性から女性が10万人に1人と言われていたのがえー、2つとも合わせて1万人に1人というふうに言われていたんですが、今昨今はですね。1000人に1人ぐらいではないかということになって、そこら辺で落ち着いているんですね。1万人に1人ぐらいまでは、お医者さんに行ってる人の数の統計でありまして、それは手術をしたい。あるいはした人の統計。 ということではあったんですが、今、先ほど言いましたように、あまりその手術自体にこだわらず、トランスジェンダーという形で、えー、お医者さんに通っている人の数ではないかと思います。ですから、皆さんのいらっしゃる会社とか学校にも、必ず当事者の方々は確実にいると思いますので、会ったことがないと思われる方もすれ違っているかも分かりませんので、あのこの問題ですね、敏感にいただきたいと思います。あのおそらくですねあの、まあ、今 トラ井さんがお答えになったことが、いげあの,、えー、げあの事実に近いことだと思いますけれども、ただトラ井さんも自信を持っておられないと思うんですが、難しいのはですねあの、どういう方を性同一性障害として認識するかっていうことが必ずしもはっきりしなって、とりわけご本人、当事者の人が、ね、分からないでいるっていうケースもあのかなりあるって私はあの理解しております。そそれから仮にそうであったとしても データに出てくるような形であの誰かに相談したとか、その学校ではあ,の、まあ、ある程度分かったとか、お医者さんに分かったとかいう、そういうカミングアウトに近い状況がない人もいます、自分で抱え込んだまま黙っている方の場合には分かりません、そういうことで,です、ね、本当にこの問題はあのこれまではあの実態をつかむことも難しかった問題なんだろうと思います、ただ最近それが少しずつです、ね、あの分かり始めてきている。そのの中での、まあ 推定を含めた数字が今、ライさんの答えられた数字で、まあ、それを考えますと、決して少なくない数字の方が、こういう状況におられるということではないかと思います。それではです、ね、次にいくつか具体的な身の回り、あるいはご自身がこういう形で持って、経験を持ってこられた方が出されている質問がございますので。 えー、まず第一です、ね、あの30歳の息子さんがあの、自分は同性愛者だと親に言ったということなんです、これに対して親がどういうふうに対応したらいいでしょうかってう、す、ま、で、あえー、にもういろいろ話はされてるんですけれども、ストレートな質問が出ておりますので、まずこれについてですねあの、どういうふうに答えられたらいいのか、えー、柳橋さん、もしあれでしたら。え いきなり考えてみなかったことをカミングアウトされると受け入れるだけで大変だとは思うんですけれどもまず基本的には否定をしないということですよねそれから下手に慰めるつもりでそのうち治るよとかっていうのもあまり言わないでそれで相手が息子さんが。 あのそういうことを苦しんでいたんだということを受け止めた上で、あで対応していただければどういう言葉をかければいいのかっていうのは分からなければあの、まあ、いろんな相談機関もありますのでそういうところに相談してみてもいいのかなと思います。ありががとうございました時間の関係であの答え簡潔になる ことはご了承いただきたいと思いますどの質問もですね詳しくお答えしますと、相当いろいろあの説明しなければいけなくなりますけれども、あの簡潔にお答えさせていただきます。えーっとですね、次にあの、トラ井さんに質問になっておりますけれども、あの40代の女性の方からのご質問で、あの簡単に要約しますと、あの友人がで性同一性障害。であの えー、しかし自分はそうだというふうにその友人がそうだというふうに、えー、思わずに振る舞っている。であのそ,のその人は男性でずっとその周りにも、えー 本当は男性でと書いてありますからあの女性なんでしょう女性の友達になっているんですが実は男性だという方のようですその性同一性障害の中でですね。で自分もその点を問いただすことをしないで要するにあの、えー、普通に友人として振る舞っている。しかし自分としてはあの、えー、相手が女性であるけれども実は 本当はは男性なんだと自分,は分かってるしかしそのことが2人の間では話題に出てこないしかし親友であるでこれがだんだんこの、えーまあ、自分にとっては負担になってきて本人に対してなんかこう偽りの自分を見,見せているんではないかという罪悪感を持つようになってきてしまってるんだけれどもこういったことについて率直に話すことがいいことなのかそれとも今のままでいいのかっていうような質問なんですけども虎、えー、井さんどうでしょう 非常に難しくてどう言っていいやらなんですけど私の場合でしたら多分どうしても気が熟してその話が出ることがあったらそれまで黙っていてくれた方がありがたいかなと思うんですね、うん、その当事者の人が同じように感じていてそれで自分が実はねっていうことを 話したくなる時が来るかもしれないしもしかしたら永遠に来ないかもわからないんですけどその人が言い出すまではなるべく黙っていた方がいいんではないかと思われるんですねあのー、もしかしたその人がまあ、問題が細かく聞いてないとよくわからないんですけども詳しく書いてあるのかもわかりませんがどうしてその人が元男だとわかったかっていうことがもうまたそれによっても違ってくるんですけども 本人が言わない限りはこちらから「あんた昔男だったんじゃないの?」なんていうのはちょっとですねあのどうかなと思われるので何かしらその人とそういう話が自然に出てくるまでは言わない方がいいと思います。ただ、あのー、本人がです、ね、言った場合はですねそれは元から知っていたとかそれぐらいのことは言っても全然構わないと思うんですけどそれまでは自分がどう思っていても相手が「 それをされることで傷つくかもわからないという場合は、ですねやっぱりやめといた方がいいのかなというふうに、私は思いまます、はい、ありがとうございいした、えー、いろいろ議論として深めていきたいところもあるんですけれども、ちょっといろいろな質問がありますので、えー、恐縮ですがあの、関連の質問を出しながら、少しずつあの他のテーマに移っていかざるを得ないのをご,あのご容赦いただきたいと思います。あの多少あの心理学的な側面を含めてですね あの質問がありますので、おそらく、庄島さんだと思いますけれども、あの3つほどまとめてあの質問させていただきますので、簡単にお答えいただけますでしょうか。一つはですね、中高生の自殺原因の一定の割合がセクシャルマイナリティの問題ではないか、でとりわけいじめの原因にもなっていると思われる、先ほどちょっとそういうことにも触れられましたけれども、であのこれについてですね、あの 家で親には相談できない、学校でも友達に相談はできない、したがって、本人1人で悩みを抱え込んだまま、それが自殺の原因になってみたり、あるいはいじめの原因になってみたりというようなことがあるわけですけれども、この点については、法務省文部科学省などがリードして、教員、学校を動かす必要があると思うと、教員への啓発、 研修が必要ではないかと、こういうような問題提起を出しておられるんですけれども、こういったことについて、中高生の自殺との関係等について、もし、庄島さん、分かることがあったらあ、あるいは学校でこういうことをしたらいいということについて、何か資産がいただけたらと思います。あの次の質問ですけれども、やはり庄島さんにですけれども、若者の中に性について悩んでいる人がいますと。で大人として気づくポイント というのがあの何かそういった時に気づくことがあるのでしょうか。で、自分はあの教育業界に勤務しているので、子どもと接することが多いんですけれども、あの子どものどういうどういうところを見たらその例えばそのセクシャルマイノリティの問題で悩んでいるとか、あるいは、えー、まあ,あの相談できないで苦しんでいるっていうようなことがわかるんでしょうかというそういう質問だろうと思います。<laughs> それからあの、庄島さんのお話の中で他者との関わりが持てないというあの、まあ、そそのセクシュアルマイノリティの方にはですねあの、持ちにくいということがあると聞きましたけれどもこれはあの学校で教員がどうするという問題よりもです、ね、その社会全体がそういう少数者を無視しているというところに問題があるような気がする。その点でですね、あのもし、えー お考えがあれば伺わせていただきたい、まあ、こんなようなことが質問として出ておりますので庄島さんは恐縮ですけれども今の点について簡単にお答えいただけますでしょうかご質問ありがとうございました、えー、と3つ目の質問からお答えしたいんですけれどもあの先ほどの私の発表の中でその他者との関わりが持てないっていうことについて、えー、その当事者側の方に問題があるんじゃないかというようにもしかしたらあの。 うふうに伝わっってしまった可能性があるかなといいう,うに一つ思います、えっと他者との関わりが持てないっていうのは必ずしもその当事者の人たちの例えば、えー、問題というわけではなくてもちろんその今ご質問した方がおっしゃっていましたように社会全体の方がむしろそういう人たちを気づかないで、えー、無視しているような状況っていうのがあるんじゃないかっていうと、えー、まさにその2つの問題が相互作用を をまあ起こしていいいるんじゃないかなかとううふうに思いますえー、私がですね実はあの中高でスクールカウンセラーをしておりましたのと今大学でも学生相談のカウンセラーをしているんですけれども、えー、中高でスクールカウンセラーをしていてもその性に関する相談というのはほとんど出てきませんでしたしかしあの大学での学生相談になりますと一気にあのセクシャリティに関する相談というのが増えたように私自身は感じています。でその方たたちご相談した にやってきた方たちにですね一人一人今までこういうことについて誰かに相談したことあるっていう風うに毎回聞くんですけれどもみんな一応にないという風うに言います。えー、ですのであのようやくその大学生になって。 えー、その理由を聞くとですねその中高ではまあとても言えるような環境じゃないって言うんですね男女がはっきり区切られていて、えー、そういう制度環境の中ではそんな自分のことは言えないっていうふうに言うんですねそれが大学生になって少しその枠組みが外れた環境の中でようやく自分について少し人に話せるようになったでそれは本当にその日本社会をまあ示しているようだなというふうに私自身も感じますしそれは必ずしもその言えないとか考えないとえないとか 関わりが持てないっていうのはその子本人の問題ではなくて、そういう風にしてしまっている、あるいはそれを語り出せない環境を私たちが知らず知らずのうちに作ってしまっているんだっていうことをやっぱり気づくべきだと思います。で、それで一つ目の質問とまあちょっと重なってくるんですけれども、その中高生の、えー、その自殺の原因だとかの一つとしてこのセクシャルマイノリティがであるっていうことがあるっていう風うに言われてますけれども、あのそれはあの WHO の方からももうその自殺のハイリスク、若者の自殺のハイリスク として自らをセクシュアルマイノリティであると自覚するということが自殺のハイリスクになるとはっきりと明記されています。で、それについてですね、じゃあ学校はどうすればいいのか、学校での啓発が必要ではないかというと、絶対にそうだと思います。であの今ですね例えば 若者の,あの先ほど大学生に頑張ってもらいたいっていうトライさんの話もありましたけれども大学生の当事者団体が学校の方に出かけていって先生に向けてそういう話をするだとか、えー、学校の生徒たちに向けて、えー、話をする講演する、まあ、それトライさんも多分されてるんじゃないかと思うんですけどもそういうことを、まあえー、地道に行っている人たちもいますでそういう活動ももちろん必要だと思いますし、えー、やっぱりその学校の教員大人側の方から意識を変えていく、えー、そういったものが必要す。 必要になるかなというふうに思いますで。そしてですね、その中でも2つ目の質問なんですけれども、その大人としてその子どもが性のことで悩んでいるんじゃないかというふうなことを気づくためのポイントなんですけれども、まあ、これはなかなか、えー、難しいなというふうに思います。それはなぜかというと、その子なんでしょう。その子その性のありようっていうものがその子その子で。 まあ、かなり違うっていうこととその現れ方も違うっていうことがあるんですね。なので必ずこのポイントを押さえれば、えー、ピンポイントに同定できるとかそういう話ではないんですけれどもでも例えばまあふとした例えばその行事事の宿泊行事であるとかあるいはその,その男女っていうものがはっきり分かれるような空間ですねプールの授業とか体育の授業あるいはその、まあ、宿泊の授業。 だとかで少しこうちょっと困っているような、えー、雰囲気が見られるだとかそういう場合には。 もしかしたらその子がそういう性に関することで悩んでいるかなという可能性はあるんですけれども何せその自分で悩んでいる時っていうのは自分自身もぐちゃぐちゃになっている可能性があって必ずしも性っていう部分で現れるかどうかは分からないですので学校の先生たちでしたらどういう子が気になるっていうのはもう多分蓄積の中で分かっている部分もあると思うんですねあの子悩んでるんじゃないかとかちょっと休みがちだとかそういったところから関わりを持っていくっていうのは基本的なえ何でしょう。 ポイントとして挙げることはできるかなというふうに思いますあの続けて恐縮なんですけれども似たような庄島さんへの質問が出てきてますのでちょっと紹介させていただいてあの必要な限りでお答えいただければと思います。これれはあの山口さんんにもも関係するのかもしれませんがあの えー、脳科学的にという質問になってるんですが、あのどういう意味かが分かりにくいんですが、まあ、大体、まあ、医学的、科学的に見たときにです、ね、人は自分のジェンダーを何によって認識するのでしょうかっていう、まあ、短い質問なんですがあの、もし何かこの質問に、翔島さんの方からお答えがいただけたらと思います。それからあの <laughs> 庄島さんに次の質問ですけれども、性で同一性障害の人には精神疾患、まあ、あの統合失調などです、ね、の人が多いように思うのですがこの事実があるのかどうか私は知りませんが、あの関係があるのでしょうかというあの質問ですので、えー、もしご存知の範囲でお答えがいただければと思います。それから性性、えー、性的思考性同一性障害のうち子供を産まない思考は 生物学的、遺伝子学的には想定外の事象だと思われますが、生物学的な障害異常に起因するのでしょうか、これもちょっと専門的な質問ですので、私はこの質問が適切な形での言葉として出されているのかどうか、ちょっと分かりませんけれども、一応紹介させていただいて、ご専門の立場からもし何かコメントがいただけたらと思います。 あのそれからあの同じようにです、ね、小児性愛ですね、まあ子供小小あの、小さな子供に対するあの性愛を、性愛感情を持つことですけど、これは性的指向の一種かどうか、これは多分あの若干あの、柳橋さんにも関係するかもしれません、あるいは虎井さんに関係するかもしれません。えー、同じようにに、ね、日本には男色だあの、まあ、いわゆるその ゲイということになるんだろうと思いますけれども、の文化があったが、歴史的には日常的であったと考えられますかという質問もありますので、まず、庄島さんに今の出た点について、お答えできる範囲でお答えいただいて、あとあ、虎井さんと八重柳橋さんに少しあとの方についてコメントしていただきますが、の今のところ山口さんに何も質問がないように見えますが、特殊なテーマでありましたので、まとめて後で山口さんのほうにばっと出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 じゃあ松島さんから、はいえー、ぜひ他の方からも補足をしていただきたいんですけれども、えー、とまず一つ目脳科学的にという点で人はまあなどのようにして自分のジェンダーを認識するのかということでこれに関してはです、ねあのまあ、膨大な研究のがされてきていますけれども例えば脳科学的にだけ、えー、はっきりしているとか心理学的にだけ。 ととかそういういいい話ででではななくててすすねねろんなことがやっっぱりり混じり合っているわけです、ね、もちろんその遺伝的に、えー、あるいは脳科学的にそれから発達的に、えー、心理学的にもういろんな要素が混じり合って、えー、人はその自分の性別だとか、えー、自分がまあ何者であるかっていうアイデンティティですので、えー、それをまあ決めていく決定していくということになりますのでどれか一つで説明できるというわけではありません。 そして次に統合失調症との関連なんですけれども私は統合失調症と性同一性障害に関する例えば事例研究のようなものは見たことありますが統計的なデータとしてそれが必ずしも関連があるというふうに論じられているものは見たことがないんですけれども先生ありますか、はい、そして性別生物学的に異常があるかどうか。 という点ですけれどもこちらはそのの例えば脳,脳画像を見たときに、えー、その精度知性障害ではない方とそうである方では脳の一部の、えー、例えば大きさが違うであるとかそういった研究はされていますがそれを異常と捉えるかどうかというのはまたちょっと別の議論だと思います。そして小児性愛についてなんですけれどもすみません小児性愛とのかすみません え横田さん、小児性愛と性同一性。あのこれが性的指向の一種かどうかということですから、ちょっとこれはひょっとしたら小島さんよりもあ,、ね、あの柳橋さんなんかの方にあの答えていただいた方がいいかもしれません。はい、そうですね。じゃ、はい、そのようにさせていただきます。それから最後の質問、男色の、ね、<laughs> これもあのむしろあの柳橋さんかあるいはト井さんにか答えていただく方がいいかもしれません。<laughs> もし何かコメントがあればということですが。 日本文化のことですのでね。ちょっとあの私してもよろしいですか。わ、はい、かりました。それではですね、恐縮ですがまずあの柳橋さんの方からその少子世帯のこととそれから日本の文化の中にあるまあ男色の。 あの傾向はいえっとまず小児性愛があのセクシャルオリエンテーションに含まれるかどうかということに関してえ全く議論がないわけではありませんがあの歴史的に精神医学心理学の分野で扱ってきた定義の中それから現在えっと性的指向に基づいて法的の保障を進めようとしている国々の間でえ小児性愛をセクシャルオリエンテーションに含めている議論はありません。それから男色文化の方で けれどもあの基本的に同性愛異性愛という考え方自体がですね近代のものなのであの江戸時代以前の話を持ち出してくるのもあのさほど物事を理解する上で適切ではないというのがまず私の,第一,あの一つの考え方ですで。ただその上で言った場合に男色文化がたくさんあるじゃないかとから織田信長と森蘭丸のようなおちごさん文化もあるじゃないかって言われてますけれどもあれは極めて特殊なあの社会的な状況の中において で行われているものですねで江戸時代なんかにそれが広がったんじゃないかっていう話があるんですけれどもそれに対してあのいや男食文化よりも女食要は男性と女性の間の文化の方がより優れてるんだよっていうのでオチをつけるっていうのも江戸時代の一つの文化です。何かか補足ありますかよろしいですかはいありがとうございました。 えとそれではです、ね、あの同じような方向での質問がいくつかありますが、えー、とお一人がです、ね、自分自身はゲイであるということを書いておられて、でそのまたあの、えー、精神疾患も抱えていると。であの2つののマイノリティの要素があ あってあのまあ、苦労もあったけれども、今はあの障害者枠というものを利用して、会社員として楽しく働いていますということで、あの職場でもあの上司にカミングアウトして、あの理解もあってですね、あのそういう意味では、あの非常にあの、えー、ハッピーなその職場での生活を送っているということなんですが、あの質問はですね、 えー、セクシャルマイノリティの職場、まあ、セクシャルマイノリティであるということを職場でカミングアウトしたり、それからセクシャルマイノリティでいることによるメンタルヘルスへの影響などについて、あのもし現在の状況について、まあ、自分の経験はこういうことなんだけれども、現在の状況について、もしお話をいただければというのがあの質問なんですけれども、えー、これはどなたがお答えいただけますでしょうか。あのうん こちらでど,どなたへという指示がありませんのでお答えいただける方に隣さんできますか <laughs> それではまず柳橋さんそしてライさんとお願いしますえっと職場でカミングアウトできる例っていうのは結構珍しいと思いますあの私 えっとその赤の方で法律関係の相談を受けているんですけれどもその中でもあの職場の中であのカミングアウトできないあるいはちょっとそれらしい仕草や雰囲気が出るとこう 差別的な扱いあるいはちょっと特権して遠ざけられるような状態があるっていうような相談は結構受けてますしあの場合によってはその疑いをかけられてあの退職を強要された事例とかというのもあるそういう意味ではあの職場でのカミングアウトというのは今非常に難しいしあの多くの人は多分職場でカミングアウトするメリットをほとんど感じてないんじゃないのかなと思います。でそういうよういよなプレッシャーをもとに この前提ににしてやっぱり精神的につらいでそれからあの人間関係を作れないということであの精神疾患の方にいまああの治療を必要とするような場合っていうのはまあまあ,まあ出てきてますし相談される方の中にもあのいや実は今治療を受けてるんだっていうようなお話をされる方もいらっしゃいます。 フランスジェンダーとか性同一性障害の場合は大体こう正社員になること自体が難しくてですねあの職場内のカミングアウトをする職場に就くのが難しいんですねまずあのセクシャルマイノリティの方というか当時性同一性,性障害の場合は特にこれは若い人に顕著なんですけどかなりこう確か自殺率が高いとか自傷率が高かったり私の知っている中学生でも手首 には深い傷が、まあ、ま傷がが切り刻まぎたあってそれから浅い傷がこう腕まで続いて虎みたいな腕をしている人も2人ぐらい知っているんですけどもそういうふうに小さい時から悩み過ぎていることもあるからちょっとやや精神的に不安定になっている人は非常にたくさんいることはいるんですがでも自分の存在を認めてくれる人なりあるいは治療が進むなりするともちろん心の方もだんだん健康になってくる人も多いです。それから正社員になるのは 最初にこう自分が性同士性障害なんですがトランスジェンダーですがっていうことを言って会社に行って就活したいというような非常に勇気ある人たちはたくさんいるんですけどそれはやってみて大体私の知ってる限りは8割は失敗するので最初はですねまだその治療を始めてなければそのままで入ってそれから入った中でだんだんこうカミングアウトをしていくのが あるるいいいは情動ではででないかなかという,ふうに思われるんですねその今までいろんな人たちを見ている限りはですねもちろんその入った中で遅刻ばっかりしたり喧嘩ばっかりしてたらちょっと難しいんですけども例えば能力が普通かそれ以上あってそれで人柄的に特に人に嫌われるような人ではない、まあ、一般的な方であればですねそこで自分のカミングアウトをしても特に問題があったというようなことは聞かないですね。だかかららどどちちとというう性別ももちろんそうなんそそなですけどもあのそこに 入った時の自分の、まあ、なんだ、人間性というか、そちらの方も。大事にしておいた方がいいのではないかなということは、誰を見てても、そのように思います。私も自分にとっては、それは反省しているところです。ありがとうございました。えっ、ー、とですね、あの、もう一つ、あの、トライさんに、あの、質問がありますが。あの、まあ、最近は小学生でもカミングアウトする子が出てきたという傾向のお話をされましたが。これは、あの。 情報が多くなって小学生の子どもたちもある程度そういう知識を持って行動するようになってきたということの結果なのかどうかという質問なんですけどこれについてはどううでしょうか知識を持ってその小学生の年にもよるんですけども小さい子どもさん例えば1年生とか2年生とかそういった子どもさんの場合はどちらかというと母親型。 おお母さんとかおばあさんんととかかばあですねそちらの方々がうちの子はどうも見てる限りでは性同性障害ではないだろうかということを学校に相談してくる例が多いと聞きます。それで本人はもちろん小さいからそういった名称は知らないし自分が何であるかということを親やあるいは周りにも言うこともできないけれども女の子になりたいのとか僕は男の子なんだということはある場合もありますが。 でもまあ長い目で見るともしかしたらそのレズビアンの男っぽい子だったりゲイの女っぽい子だったりする場合もあるのでそれはあのその場で決めちゃうことはできないんですけれどもでも自分で自覚をセクシュアルマイノリティであるという自覚は何かしら持ってそれがどちらかってあることはまた先々の問題になるんですけれどもそういったことを体現しているかあるいはもうちょっと小学校4年生5年生になれば性同一性障害だという言葉も知っていうこともあるとは思うんですけれども。 案外その母親系案外父親系はですね。傍観する人が多いんですが、だんだん変わってきてはいるんですけど、どちらかというと母親とそのお母さんがですね。うちの子はどうもおかしいということを訴えてくる。例が私が聞いている中では一番多いように思いました。ありがとうございました。あの、塩島さんにですね。あの2つありますんで、またお願いしたいんですけれども1つはですね。あの。 この方はあの、まああの、人権関係の、あるいはそのセクシャルマイノリティについての話を、教育者を、まあ、250人の前で話をしたというふうに書いてあるんですけれども、その時にですねあの、こういうコメントが出てきたのですけれども、あのこれはあのそういうことなのでしょうかということと、今後、教育者に向けてこういう問題についての、まあ、支援なり、パンフレットを作るというようなことを考えておられますかということなんですが、そのポイントはですね、 教育の場では、教育者はあの性同一性障害については比較的あの理解を示してくれるけれども、あの同性愛についてはあ,のあまり理解を示してくれない、で、えー、教育の現場でこの問題を扱ってもらうことが非常に難しいということをあのアンケートの中に書いたらしいんですけれども、この点について何かコメントがあったらお願いします。同同時にに性愛のの、場合についてのあの 冊子あるいはその他、えー、支援をすることがあの行われているのか行う計画があるのかそういったのことについての質問が一つです。でもう一つはですねあえー、っとあもう一つはですね、えー、あごめんなさいいやこのあそうだちょっと待ってください、えー、ああの小島さんの質問の中でフェーズワンを通過するのにはあの時間がかかるというお話がありましたですねであのそのお点についてですねその あ,あ、そうか、わかりました。あのごめんなさい。これはあのちょっとあの私が読み違えてましたので、今のことはちょっと忘れてください。最初の質問についてだけ、ちょっとあの同性愛者には理解があのどうも得られにくいっていうところについてだけ、あのちょっとあの庄島さんにお答えいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの私もそれを非常に感じています。あの、先ほどあのご紹介した質問視聴者であの？ 別の質問でですねあの道徳の時間に話をするテーマで難しいのはどれですかという質問をしたこと質問しても入っていたんですけれどもその中に自殺貧困精神疾患性同一性障害 など、まあ、そういった日頃話しにくいものについてどれが道徳の時間に話しにくいですかということを先生方に聞いたんですが実は性同一性障害はもちろん話しにくい部類には入るけれども同性愛よりは話しやすいというような結果が出ています。やっぱりその学特に学校のの先生の中でも、まあ 男性教員の中にはやっぱり同性愛については非常に話しにくいというふうに回答していらっしゃる方が多くてこれはまた性同一性障害と同性愛ではどうもその話すとか共有する理解するということに対してですねちょっと別の側面を持っているんじゃないかというふうに感じている部分があります。でですのであのその あの質問してくださった方の,まあその教育者への講演にした時のまあコメントというのは非常に分かるんですけれども。 まこれをどういうふうに打破していくかっていうのはまだ私自身も手探りでちょっと難しいなというふうに感じています。ちょっと話長くなってしまうんですけど。私は日頃自殺予防ということについてもまあの仕事をしておりまして、自殺というのもやっぱり先生方学校の中で話すのには抵抗があるんですね。でも自殺と性のこと とセットにするとまだその性についてだけ話すよりも話しやすいというような結果も出ているのでもしかしたら自殺予防、えー、子どもの自殺予防という文脈の中で、えー、自殺のハイリスクとされる、えー、性的少数者の問題を扱っていくというようなやり方は一つ打破するやり方としてあるのかもしれないということをまだ今ちょっと模索をしているところです。えー、そして2つ目の、えー、教育者に向けた支援 だとか、まあ、パンフレットみたいなものを作ることを考えていますかというようなご質問なんですけれどもあのやっぱりその作りたいとは思うんですけれども結局何を先生たちにメッセージとして送るのかということがまだちょっと難しいんですね作ったもののこんなのやれないとかポイッとこう放り出されてしまうと困ってしまいますので今ちょっと学校の先生方にもインタビューを取ってるんですけれどもその 教育現場で話がでできるでも性的少数者の子たちにも届くそこの折り合いのつけられるところはどこなんだろうかということがもう少し明確になってからこういったものを作ってみたいなと思っていますけれども是非アイディアがある方は教えこそっと教えていただければ嬉しいなと思います。 こそっと教えないんですけどもここで言っちゃうんですけどあの先生方っていうものでもないんですけど割と関西の団体でそういったものを非常に続々と出してるんですねそれでちょっとまあ口で言っちゃうだけなんですけども、えー、LGBT って何レズビアンゲイバイセクシュアル トランンスジェンダーですね「LGBT って何?」という子供向けの、えー、アニメで作った DVD それはあの学校の先生向けバージョンも入ってるし英語バージョンも入ってるんですけどそれもなかなか良い、まあ、胸の手術のことに関して一箇所だけ私ここはなと思うとこはあるんですけどもとても良いものですそれからやはりその関西方面のこれは岡山の方で作ってる QWRC というところがあってそこで作ってる「LGBT 便利帳」というのがあるんですけど24ページぐらいのカラフル な本でそれはあの優しいい内容でですす。けども、かなり濃いですそれで非常にこう目覚ましいところではですねそれいわゆるあの今非常に一般的に問題になっているデート DV の問題も LGBT の間でもあるんだよそれはこういう問題なんだよというようなこともですね書いてあって啓発にはとてももってこいではないかと思うしそれはあのもちろん学校の先生が読んでもいいものだと思うしその「 相談する窓口の一覧表もですね書いてありますのでそれをぜひ読んでいただけたらと思います、えー、まあそれぐらいなんですがいろいろ地域差もあるんですけども当事者の活動も非常にされているところが多いので学校の先生方は、えー、自分の県とか都道府県の名前を入れて LGBT 活動とかトランスジェンダー活動とか団体とか入れるとかなりヒットされるんではないかなと思います。ありがとうございました えーとこのあと、ね、少しまとめてあの、法律とか行政関係の質問がありますので、そこで,です、ねあのまあ、あの特に同性愛者に、日本ではまだそういうことが議論もされてないんですけれども、アメリカでは大統領選でも、あのホットなイシューになっているあの同性愛者同士の結婚とかです、ねえーあの、養子縁組とか、そういったことについての質問が後ほどございますので、まあ、その辺でまた今の点が、あのえー 取りり上げられる可能性がありますのでちょっとここであの山口先生に恐縮ですが、話をあの移させていただきますけれども、まず最初にです、ね、非常に一般的な質問ですが、山口先生が性転換手術と書いてありますが、これはあの先ほど言われたように、まあ、あの今は違う言葉を使っているということなんですけれども、あのそういう手術に携わることになったきっかけが何ですかっていう質問でもし差し支えなければ、お話しいただけますでしょうか僕の巨人的なキャリアの話なんですけど、 僕自身は形成外科での専門にしてますので頭の上から足の先まで体表機関をメインに扱う医療の専門医です基本的にはですねその中で、えー、僕のキャリアの中では胸を要するにほうしたりですね取ったりっていう手術をもう16年ぐらいやってますけどそういった手術でもともとそういった GID の方々で取りたいという人あるいは大きくしたいという人に触れたというのが要因の半分ですもう半分は あのやっぱりその日本でやってるところがな僕が埼玉医大に行ったのはイタリアに留学して帰ってくる時帰ってきてからなんですけどその時に実はイタリアの空の下でネット検索してですねその胸だけじゃなくて性別生殖器もできるところないかと検索したら、まあ、そこしか実際なかったんですけどもそれで、えー、メールで応募してですねその 今は亡き原科教授という先生パイオニアですけどもそこで面倒を見てもらったというのがありますそのもともとのモチベーションはやはり胸で触れてた疾患に対して全身を見たいという個人的な希望ですやはり医師外科医としてはやはり何でもやりたいっていう基本的なところがあってそれを満たすにはちょうどいいんじゃないかと自分で思ったという本当にそんなたわいもないモチベーションなので。 ここんなところで語るほどのありではございませんも、あの大変あの大事なあのポイントを押さえたお答えになったと思います。えー、あのちょっとこれ、あの私も興味があったんですが、あのこういう質問が来ております。まあ、最近、ノーベルあの生理物理学あの医学物生理学賞を捉えた山中あの教授の,の iPS 細胞なんですが、この iPS 細胞っていうのは今後、この、 先生がやっておられるような手術の中で生かせる可能性っていうのがあるのでしょうかっていうのがこの質問なんですねでその点についてまあ分からないこともたくさんあるかもしれませんがあの先生の,の医学的なご判断を私たちに教えていただけますでしょうかいやもうこれはもう当事者私メール相談やってますので当事者の昨日申し訳ないですけどちょっと少々気の早い当事者の方々からは例えば自分のえー 組織皮膚の一部から精子とか卵子とか作って先ほど僕挙げたようにあの戸籍変えるるにはですねいわゆ精を取らないとっちゃうってことは事実上自分の子孫を放棄するということなんでいわゆる GID の,の本当に戸籍まで変えたい人たち中核軍の人たちにとっては非常に過酷な何て言いますかね指令というかそれを満たさなければあの望みで 生きさせませんよっていう法律なんですよなのでしぶしぶ社会的をするために生鮮取っている人も山ほどいるかもしれないまあ精神的に意味嫌うという人も多々いますけどそういったまあ様々な社会的要因でもって手術を受ける方もいるそうなると子供を作る権利というかいわゆる子孫を残す生物学的な欲求こういったのは別のところにあってそれを満たすためにはその iPS のような いわゆるちょっとクローン的な話ですけれどもそこで配偶子ですね生物学用語です配偶,配偶細胞を作ってそれで好きな人と子どもを作りたいというできませんかというのは当然もう出てきてます質問としては現実的にはその今生殖,生殖細胞も作りうるってことになってますのでいわゆる体外受精のテクニックを使えば実現絶対できないとは思えないと思います。ただあと 実際にはその臨床の場ではですねその誰の,あの体を使うというか子宮を使うとかそういった話は次の問題であってその時にはあの第三者のを使うという,もう産婦人科学会では非常にあの体制が遅れてまして、えー、そこであのその先ほどの適出の問題も絡んでくるんですけどできるこ医学的にできることと社会的なその、えー、適用受け入れ体制の準備にすごくディスクレパンシーその差が今 目立ってきてあって、iPS なんて出てきちゃうと、さらにそれが加速しちゃうんじゃないかなと危惧しているところですあの可能性としては、あのいろいろな形でもってあの、iPS 細胞の、まああいうあの発明によって出てきたということがあるけれども、そこへ現実に応用する点については、やはりいろいろまだまだハードルがあると、こういう状況ですかね、今。いわゆるその サイエンスのレベルで可能か不可能かといったら可能じゃないかと個人的には思いますけどでもそれを誰がやるのか誰が責任を持ってやるのかっていうところだとは思いますね,なるねあの今ちょっとおっしゃられたことでもあるんですがあの別の質問の中にこういうことがありますのでもう一度あの確認的なこともありますがあのお答えいただければと思うんですが FTM に対する手術の場合に戸籍の変更をするためには最低限必要な現在の手術の内容とそれに伴う危険 例えば副作用とか長期的影響等について少し詳しく教えてくださいということで常に先生もこれ触れられてるんですけども何か追加できることがあったらお願いします、えー、いわゆる私が今目下従事している手術というところでおいては胸を取ったり子宮を取ったりということがその人の残りの人生にすごく影響するかといったらあまりないと思いますむしろ女性が女性という生物がなるがん乳がんと子宮がんと卵巣がん この3つのがんに対するるる。予防的切除ととも捉えることができるつまり下手したら読みようが伸びるんじゃないかと考えられるですけれども最も問題なのはやっぱホルモンですねホルモンを生涯にわたって投与する反対の性男性ホルモンを投与するわけですからそれが全身に与える影響というのは正直まだ100%分かってないです心臓血管系に悪影響があるだろうという予測は出てますけども それが実際に寿命を短縮するほどのものなのインパクトがあるのかそうじゃないのかそれ以外の臓器に影響が出るのか出ないのかはっきり言えば20歳ぐらいで閉経状態に持っていくような状態ですから生物的にはやはり相当なインパクトはあるはずなんですけどもでもホルモンを投与し反対ではあるけれどもホルモンを投与し続けるわけですのでそうなればそこはかき消されるのかとか僕らもやはり前最前線にいるものとしては。 やっぱり研究がまともな研究というかプロスペクティブと専門的に言いますけどもこの時点で参加する人間を決めてずっとフォローアップすると生涯にわたって何十年もそういった研究がなかなかデザインされていないので制度異性障害ですねなのでどうしても振り返ってこうでしたああでしたという議論になりますさらにその振り返る議論ですらまだ日が浅い国内においても1415年あるいは海外においても あの先ほどは出したグラフほどは実はそんなに急峻ではなくてやはり各国において問題はあの通常ありますのでそこでデータ化するのは難しいのでまだ分からないとはっきりそんな感じです、はいあの。次の質問は実はもうすでに先生部分的にはお答えいただいてるんですけれどもあの質問はですね 体への負担が大きいのではないかという質問で,でそのあたりを補足してくださいということなんですがあの手術のことについてもあのそのリスクを含めてあの今分かっている範囲とかあの、まあ、そういったことについてちょっとコメントいただけますでしょうか FTM の手術においてはそれほどと個人的にも思いますし誰もが外科医はそう思うんじゃないかなと思うんですけども MTF の手術ですねいわゆる尿道界面体といわれる界面体陰形界面体で界面体というのはものすごい出血する臓器なんです。 その血,が血液のプールと言われていてあのちょっと来ただけでも大量に血が出るんですそういった大量に出る臓器を切除するという手術はやはり明らかにリスクがあるという表現になると思いますそれを切除する際にですねでピットホールと我々いうところのその肝ですね手術の肝を抑えて手術を受術者がしないと簡単に事故が起きると思われますなのでそこをなんとかトレーニングできるような 体制が日本国内においては必要じゃないかなと思います。ありがとうございました。えっ、ー、と、それではですね。あの。今度は少しあの法的と言いますか？あるいはあの、えー、行政の対応といったようなことについての若干の質問がありますので、えー このの点についいいてのコメントをいただければと思いますあの質問された方は30代のゲイですというあのことを書いておられる方なんですけれどもパートナーシップ法の成立に向けて一般のゲイレスビアンの人々が取り組めることは何でしょうか自分たち何ができるでしょうかっていうのが質問なんですけどこれは、えー、どうでしょう柳橋さんか,からお願いしてよろしいですか。 えっと取り組めることはいろいろあると思います。あの議員にロビーすることも可能でしょうし、まあ場合によってはその実際に問題が起きてからじゃないとしょうがないという部分もありますけども、裁判にパートナーとしての権利を認めるためのあの訴えを起こすということもあるかもしれません。でもその前にあの自分とパートナーとの間でどういう関係を作りたいのかっていうのをあのきちんと二人の間でまあ場合によっては三人とか四人かもしれませんけども話し合って自分たちはこういうことをしたいこういうような パートナーシップを形成したいということをきちんとまずあの自分たちの中で確認するのが第一なのかなでその上で例えばあの裁判に訴えたりあの法律に訴えたりしなくてもできる要はパートナーシップの契約というのをすることができますからそういうところから始めてみるというのも一つの手かもしれませんで,あのでよろしいでしょうかトライさん何かありますかよろ,よろしいいですかはい えっと、あのそれではです、ね、次の質問も関連してますけれどもあの、行政や学校に対してセクシュアリティについて取り組みをやってほしいと要望するときに、前例がないやる気が、えー、やる必要がないというような対応がある、でえー、どういうふうにしたらあの、自分たちの主張をこういうまあ答えに対して、えーまあ、通していくことができるだろうか。 何か法的な根拠とか通達等がもし分かったら教えていただきたいというのが質問なんですけどこの点についてどうでしょうか何かまあ要するに学校のはあは前例がないし必要ないと言われたときにや こういうい法律のもとでやっぱりやるべきではないんでしょうかと言えるような何かそういうものがあるかというのは多分質問の趣旨だと思いますえっとその交渉の仕方などにいやどういうふうにやるかというのは先ほど庄島さんの方からもいろいろお話があったと思うんですけどまあどうしても根拠があっていうことであれば今あの法務省が人権擁護 啓発にあの教育啓発に関して、えっと、性的指向や性同一性障害をあの重点項目に挙げておりますのでこういうのがありますよとあの23年24年ぐらいでしたらあの白書にも書いてあるしそれからあの指針にも書いてありますので例えばまあそういうのを使ってみてはどうでしょうか。 それから皆さんお持ちの資料の25ページを後で読んでいただければと思うんですけどあの学校の理解国が進めようということが書いてありますがこれはあの行政というよりかは学校の話なんですけどもこの記事が出てから約1ヶ月後に各公立の学校に 性不正障害の子どもたち、まあ、特別な配慮をするようにという通達は出てるんですね。でそれからいろいろ議論があってそれで今年いよいよこう診断基準が日本の診断基準が変わって先ほどや山口先生がおっしゃったようにその 第二次成長を止める薬を作るる薬作ことができるあるいは今まで18歳からしかできなかったホルモン投与ですね逆のホルモン投与を15歳からできるようになるというようなまあもちろんその綿密な感染が必要なんですけれどもそういったことが決まってきましたので学校に関してはですねあの私立まで通達がいったかよくわからないんですけどもこういったことはすでにやってるところが非常にあるということを証明するにはちょっと検索すればたくさん出てるのでそれを見せる。それから行政に関しても 私のの知ってる限りのところではです、ね、特にまあ特に埼玉県とあと九州とか大分とかですね福岡とかそういったところではかなり頻繁に行ってお話をしたりとかいろんなところもありまして遅れてるんではないかなと思われてたのは東北と四国だったんですけれども四国は非常にあの著名著名というか大規模にやっているあのセクシャルマイノリティのサークルも ででできましてすすねねもう数年前からです、ね、だからだんだん全国的に変わってきていると思いますので訴える時にはですねいろんな他の、えー、市町村の自治体でもやっている特に川崎市の市役所などでは性度一性障害の方の相談窓口もできてというようなことを言っていただければですねじゃあうちもやんなきゃなというふうに腰を上げてくれることもあるかも分かりませんので前例がないというのは嘘であるということを証明するのは今はとても簡単な 時代になってまいりましたので、それはやっていただく各自で,で、ね、やっていただけることはできるかと思います。ありがとうございました。あの、えー、後でちょっと今度はあの人権とかですね、あの国際的な流れについて私に質問がありますので、その時にもあの触れたいと思いますけれども、あの。 日本の国内だけで前例とかですね例を探してますと確かにあのあまり古くまで遡れないんですがあの実際にあの海外であの起こっていることを見ますとあのまあ日本にとって参考になるというか日本はまだこういう点で遅れているなぁと先ほど山内さんはあの医療の面でですねあの日本があの追いつく。 よううにここれまででしてきたたとということを話があったんですけども、まあ、法律とか行政の対応についてもやはりこの面では日本はだいぶあの遅れてきたという感じがありますがあのこの点について日本の国内だけでその前例を探してそれで突破しようと思うとなかなか難しいんですがあの国際的な人権の議論ではもうこの問題はあのそんな前例がないとか言って対応して しなないいい問題ではないんだっていうことは言えるんだろうと思います、まあ、この辺は後ほどちょっと私が触れたいと思いますけれども、庄、えー、島さんにです、ね、こんな質問がありますので、ちょっとお答えいただけますでしょうか。性同一性障害と診断されたということをおっしゃられたんですが、どこへ行ったらこういう診断というのはあのできるんでしょうか、それからその,その場合に、どういう要件をその診断の場合に。 まあお医者さんがあの見るのでしょうかっていう質問なんですがもしお分かりになったらということでお願いします。それはあの山口先生にお伺いした方がいいと思うんですけれども、えっと、今、性同一性障害についてのまあ専門機関 病院もまあ,あの先ほどちょっとこちらで話してた時にまあその各地のばらつきっていうのはちょっとあるんですけれども例えばジェンダークリニックであるだとか、えー、都,内都内というかまあ精神診療機関であるだとかそういうところでえ専門家の先生にまず診断をいただくっていうことが ありますでその際にはもちろんすぐに診断が出るというわけではありませんで、えー、その中でカウンセリングを受けたりいくつかの心理検査を受けたりということはありますけれども、まあ、そういったプロセスの中で先生と話をして、えーまあ、診断を受けるという流れになるかと思いますけれども、はい、山口さん何かこの点についてお答えいただけますか私はあのメールで相談コーナーやって45年になるんですけどいわゆるそのどこ行ったらいいですかっていう相談は毎日のように聞けます。 で私のクリニックはですね東京名古屋大阪福岡札幌徳島にあってですねそれで全国の状態を割と俯瞰できるというか見渡せるポジションにいるなとは自覚してるんですけれども本当にまず地域差があります医師がいわゆる先ほど清島さんが言ったようにその専門のと言われる専門のとは頭につく医師がいない地域がザラでしてどこ行っても断られたりだとかあるいは。 あまあ、あの紹介は受けるけど紹介先が予約が取れないとか、まあ、そういうのが現この2012年になっても現状そんなもんだと思いますですので、えー、精神科の先生に頼めばいいと言葉ではいくらでも言えるんですけど現実的に機能してないという機能不全状態ですなので、えー、精神科学会の方でですねやっぱり啓発教育研修まあ実は始まってるようなんですけどもそういった動きをより活発化して、えー、適切な この島国長い島国で,です、ね、人口が散ってますので東京だけでもダメ大阪だけでもダメ各地域で最低限の受け皿の構築っていうのはやはり責務だと思います僕はまあ僕外科医の立場で精神科の先生と付き合いだして早何年かなりますけれども本当に僕外科の立場から見て本当になんかなんですよねも物足りないと言ったら怒られちゃいますけど本当にどうしてもっとやってくんないのっていう気でいつも。 あのパートナーとして働いておりますので、まただあらゆる特に昨今の精神科の先生の環境を傍から見ますと認知症と呼ばれるそのいわゆるものの忘れがひどくなってしまうという業務に非常に追われているようです彼らはですね、そ業務のほとんどが認知症の患者であるいはうつ病そのあたりで捕えてしまってその。 多く見積もって10万人ぐらい少なく見積もって23万人の GID もしくはまあちょっとセクシャルマイノリティの方同性愛の方がですね実数で何人いるのかといったら僕さっき聞きたいなと思ってたんですけどもそのいわゆるそのマイノリティといわれる数字の人たちにその大きな力でもって指導するっていうのはなかなか現実的じゃないとやはり N が多い数が多い認知症であったりうつ病であったりのところに学会であったり精神科全体の そのグループととししてては取られてしまうとなのでどうしてもえ言葉が難しいですけれどもそういうマイノリティの方ももちろん大事だからですねその大事だっていうところに強くモチベーションを感じる限られた意思だけが自由意思でもってやってトレーニングをして実践しているという図式なんですねなのでまあこのセクシャルマイノリティの本当に根幹ですけれどもマイノリティがゆえの人数が少ないがゆえの発言力が弱い。 つまり,学会であったり医師の世界の学会であったり政府である種の行政に対するインパクト不足っていうのが常に抱えている問題であるということで本当に僕が自分が精神科医になりたいなと思ったことは何度もありますそれは自分で目の前にいる患者さんに対してすぐ自分で信頼したいなって思うわけですね。だけども やはりそこは中立性の担保という言葉遣いになりますけれども、診断をする人間と治療,治療をする人間がやっぱり分かれている方がより健全であると個人的には認識しています。それが自分が診断して自分が手術したら、はっきり言えば誘導が起こりかねないという危惧があるからです。なので、そのあたりでうまいパートナーを見つけてやっていけたらいいなと日々考えております。ありがととうございいいいましたあの難したた難問題ですけれどもあのきちっとお答えいただいてありがとうございました。 ええと、最後にですね、まとまってですね、あの、残りの時間で、えー、扱いたいと思いますのは、まあ、法律的な問題とか、あるいは、あの、これを人権問題としてどう捉えるか。というような、あの、視点でのコメント及び質問なんですね。で、一つはですね、あの、今の日本の、まあ、民法戸籍法の下では、えー。まあ、あの、同性愛者の、まあ、結婚等を含めてですね。それから、その、子供を、まあ、あの。 持つということについて困難である、で戸籍法上もその障害があるで、少なくともこれをです、ね、フランスなどのようにあのパートナーシップ関係をあの戸籍上の同性同士でもできるようにするといいとは思うんだけれども、この点についてどうかというあのポイントがありますで、これについてちょっともしコメントがありましたら、柳橋さん、あるいはトライさん、ありますでしょうか。柳橋 はい、柳さんお願そうですね、そういうことをしたいという当事者がいればあの、ぜひそういうことを実現できるような方向性になればいいなとは思います。はい、はい あのご存知の通りあのアメリカのいくつかの州ではそれが認められているんですが他方でこれが大統領選という全国的なものになるとこれが非常にホットなイスシューになってこれはよその国でも同じような状況があってですねこれはあの日本とちょっと事情違いましてアメリカでこれが問題になるのは実は宗教的な理由で認めないという形があるんですね。とところが今度はは日日本本に戻ってきてきみますと日本は、まあ キリスト教のまあ原理主義的な主張から出てくるものではないという意味では日本にはそういう根はないんですけれども他方で日本にはその伝統的な家族観とかですねあの夫婦観とか男性女性の役割とかいうようなものがこう根付いているところがありましてそちらから出てくる制約が逆に日本の場合にはあって多分難しい問題があるのかなというのがあの私の,あの問題の認識なんです。 でこれをどう克服するかっていうのはやはり少しあのこういうそのセクシャルマイノリティという現れてきた現象だけの問題ではなくてその根っこにあるですねあの家族間とかその男女間そういったものについての,あのものの考え方でこれが教育の場にも反映していますのでそういうものを乗り越えるための努力をあらゆるところで継続して長期的にやっていかないとですね根本的な問題の解決には相当 あの時間がかかってしまうかなという感じがしております。であの、えー、少しはこの問題をですね、どう捉えるかということについて、あのま、あの厳しいご意見も含めたあのコメントが出ております。これについて、もしあのどなたでも結構ですので、えー、コメントをいただけたらと思います。難しい問題ですが、あのあの時間がありませんので、少し短くお願いしていただければと思うんですけれどもあの、私が口で言うよりも、ちょっと読ませていただいた方がいいと思います。 えとあの昨日,日本では名古屋で LGBT パレードが行われた、で日本の LBGT 運動についてどう思いますかというところから始まっていますが、日本のマスメディアの報道では、同性愛者や同性同一性障害などと報じられますが、LGBT 運動というのは、セクシャリティと病理概念を切り離す運動であるわけで、T ・性同一性障害では困るのです、トランスジェンダーと GID は異なる概念です。 しかし日本のメディアなどでは、一向にそれを理解しないし、LBG 側にも T=GID ですね、を押し出そうとしている風潮が残念ながら根強いです。日本では、もはや LGBT 運動は根付かないのでしょうか、トランスジェンダーという概念を理解できないのでしょうか、という問題提起で、でこのことがあの今日のシンポジウムのテーマも、まあ、こういう。 この方から見ると、こういう限界を持っているというご指摘だと思うんですが、まあ、そういうことでの質問が出てきております。えー、何かこの点について、コメントありますでしょうか、あの屋根橋先生、あるいは虎井さん、あるいは庄島さんも、もしこういうことにごあの多少あの経験があるようでしたら、お話しいただきたいんですが、いかがでしょうか。あのー まあ、さまざまな議論や意見があってであとはその対話の可能性を一体どこまで残しておくかっていうことだと思うんですねあの私最初の基調の話の時に異性,愛異性愛もあの性的指向の一種ですよってあの何度も何度も繰り返したんですけど結局あの自分と違うものっていうの,あ,の,あ,のあるいは自分と違う人っていうことに対してどれだけ自分があの オープンになってで自分が変化する可能性を持つことができるのかっていうのをあの持つことが結局理解をしていくあるいは物事を進めていく上での最大の要因になってると思うんですね。で LGBTI、まあ、まで含めてもあれですけれどもだその中でじゃ一緒になれるのは何なのか。自分たちのあの個別の持ってる あの要求欲求欲いうののは何なのかでそれをお互いに出すことによってじゃあどういうところで協力できるのかあるいは理解することに関して今まであまりにもお狭かったんじゃないのかっていうようなあのことをそれぞれが理解して変化していく、まあ、そういう可能性の対応をどこまで残していくことができるのかっていうのがまあ一番重要なところかなと思います。トライさんんん短短くくお願いいしししまますす、うん、のは難しいなんです、ね、申し訳ありせが そうですねでも私は考えがまとまっているわけではなくて今の質問された方の言ってることも非常によく分かるんですね私は制度一斉症いわゆる GID のしかも一番重いタイプだとは自分で思っていたのですね。ただそのトランスジェンダーの中に GID の人が含まれているのも事実でありますしトランスジェンダーという概念全般とは分けてどうこうというふうにするのはちょっと違 どううかなというのはややあるんですよただちょっとどうかなってどういうふうに思っているのかは自分でよく分からないんですけどただ今言われたようにそのみんなが別れ,別れるというか少ないんですからせっかくみんな集まってもですねそれだったらみんなで一緒にやっておいた方がいいんではないかというのもありますしそれからその同性愛の中でもですね先ほどあのゲイの人の話をまあもちろんそのこ,のこちらの方がゲイですからあれなんですけどもレズビアンの人は。 どちらかというと聞いてる話なんですけどもゲイの人たちよりかはあの結婚願望が強いそれはなぜかというと男性よりかは収入が少ないからですですからその一緒に暮らさないとあの、まあ、将来的にですねそのケアホームに入るお金がないとかいろんなこともありますしいろんなその同性愛の中でも事件は分かれるし立場や状態で分かれるんです。 それからトランスジェンダーという概念が理解できないかっていうことで私今すごく考えてたんですけど一般的に学生さんにお話をしているこの何年かの場合もちろんその役所や他の幼稚園から大学までも含めてなんですけど案外その手術をして戸籍を変えるというよりかは男か女かどっちかでもいいじゃないとか。 あの自分はどちらにもなれる状態だとかっていうトランスジェンダーの方に近い意見の方がですねですからもしかしたらただトランスジェンダーの方は手術とか法律上を変えるとかっていういわゆるゴールは明確ではないというかその状態,状態を理解してほしいプライドを持ちたいというところがあるんだと私個人的に推測するんですけどもですからそういったものをもうちょっと打ち出せるようなことを それこそこういったシンポジウムなりを自発的に開くとか、私たちまだあの名もない頃自発的によくやってましたけれども、そういったものをやったり、あるいはメディアに働きかけることを常に私たちも昔よくやって、今昔やってて今あんまりやってないんですけれども、よくやってたんですけれども、本当に一週間に一編ぐらいずつ新聞社で手紙を出すとかですね、やってました。だからそういったことを皆さんの方でもですね、あのやって努力をふんだんに。 えー、切れ目なく続けて何年も少なくとも何十年もかかるとは思いませんのでやっていっていただけたらまた性同一性障害の理解というかあの動向が非常に短い間にいろいろ変わってきましたように変える可能性はあると思うんですね。でですからあのもちろんそのトランンスジェンダーの方たちだけではなくて 問題がみんなバラバラなところにありますから、難しいんですけれども、結べる手は結んで、ですね、やっていけたら、それが本当に理想ですが、ありがたいことなんではないかなと思います。はい、ありがとうございました、あの時間を限って申し訳ありません。<laughs> 予定の時間になりましたので、最後に私の方から一言あ言、今の方へのまあ私の考えを含めて、今日のテーマでもあります、人権の観点から見たこの性的マイノリティの問題について、簡単に触れたいと思います。 あの国連で私が関わって議論をしてきた枠の中で申しますとです、ねあのえー、この性的マイノリティの問題も、他の人権問題も、いずれも人間の価値に関係しておりまして、どんな人であっても、どういうそれこそ性的傾向、性的、えーえー、思考がある人であっても、 どんな条件があってもその人をある,ままあるがままに人間として尊厳のある人間として認めるこれが人権のスタートポイントなんですね。で,ですからもうあのそういう人が何らかの理由で性的あの思考であったりあるいはその性同一性の障害を持っておられる方もいるかもしれません。そういうい方の えー、その人がぶつかる問題というのは、その人個人の問題よりも、むしろその人をああの見る、社会の方に問題がある、制度、法律、あるいはそのほか社会的な価値観、そういったものが影響しあの問題なんだというのがあの、今の人権の捉え方なんですね。でただ、日本ではやはり社会制度とか社会の意識とか、そういうものがどうしても先に来る状況がまだ続いておりますために、えー、この性的マイノリティの方の、 人権問題というのは、その枠の中でどうしても障害あの、その問題を抱え込んでしまうという状況があると思います。えー、まあ、あの今日の議論を含めて、いろいろ私自身も教えていただくことがたくさんありましたし、えー、このセクシャルマイノリティの問題、理解を深めつつですね、私たちの社会の意識を変え、法律を変え、政策を変える、その方向にあのみんなが力を合わせて、その当事者だけではなくてですね、みんなが力を合わせて、えー 誰もが人間として尊厳のある存在として扱われる、えーまあ、みんなで人間として普通に付き合い仲良く生活していけるそういう状況を作るように力を合わせていければいいなとこう思っております、えー、今日は大変お忙しい中で三人のパネリストにご出席いただいて貴重なお話を伺わせていただきました感謝申し上げます